前代未聞です。受け入れがたい。大祭司が命を落としたのだ。もう少しで取り押さえることができたのです。撤収のご命令さえなければ。そちらは我の決定に不服とな。滅相もございません、預言者殿。私はただブルトごときに。今回の措置は確かに急だが、相次ぐ不祥事を考えればもはや我々の護衛をエリート族に任せてはおけん。ならばご決断を評議会に伝えるまでです。駆け引きか、うんざりする。アービターよ、措置はどう思う？エリートどもは本気だと思うかね？高等評議会を辞めるか、たかが肩書きが変わるぐらいで。我々は常に預言者殿に仕えて。今は試練の時、全ての者にとって。たとえ首尾よく人類が滅亡したとしても、リングの一つが失われた心の痛みは癒されぬ。悲しみに耐えつつも他のリングが見つかるという予言を信じてここまでやってきたのではないか。そして我らが信仰はついに報われたのだ。ヘイロー、その神聖なる風は星の間を駆け抜け、救済への道を進む全ての者たちを駆り立てる。だがどのように始めればよい。長い間我々はリングの秘密を握る者を探してきた。オラクルをな。そしてついに見つけ出した。数々の問いかけの末、オラクルはついに聖なる鍵の存在を我らにお示しくださった。リングに赴き聖なる鍵を回収するのだ。さすれば我々も約束が果たせるというもの。全ての者に救済を。いざ大いなる旅立ちを。シールドがダウンしたらライブラリーに直行する。預言者殿をお待たせしたくはない。開墾の預言者を殺した人間とは何者だ。誰だと思う？あの悪魔か。だとしたら仕返しでもする気か。今の私の任務は鍵を回収することだ。そうだろうよ。Thank you.
ーサーを正面から攻撃しても無駄だ。特にシールドがオンの時はだ。物陰に隠れて待て。奴らの気がそれるまでだ。こっちに背を向けた瞬間にやるんだ。
いよいよこの時が来た。立派な墓を建ててもらえるぞ。守るな。